皆さん、こんにちは。プレイスルーの合間に挟んでいくこちらでは、バレンジアの石を取り巻く人物などのロアを解説してみようと思います。今回は、再び、女王バレンザイアに関してのロアですが、盗賊ギルドマスターであり、ナイチンゲールの一員でもあったガルスの記した、ナイチンゲールズ、というものです。ただ、ナイチンゲールズの内容すべてがバレンザイアに関しての書籍ではなく、主にボリューム2、つまり2巻目にあたる部分で、バレンザイアについて触れられているので、そこをピックアップしてみようと思います。では、早速。4期の200年目に入った頃、例の特級呪物スタッフオブケイオスが盗まれた件について、新たな説が浮かび出てきており、それによると、スタッフオブケイオスが盗まれた際に、バレンザイアを誘惑したのは、単に名前をナイチンゲールと名乗っただけではなく、実際に、ナイチンゲール、トリニティの一人であった、と。書籍によっては、その騙しの吟遊詩人こそがジェイガーさんであり、ジェイガーさんがナイチンゲールのメンバーだった、と唱えるものもあるものの、ナイチンゲール本部というものがあるのかわかりませんが、ナイチンゲール連中は、ジェイガーさんがメンバーだったことはない、と否定しているようです。通説となっているのは、騙しの吟遊詩人は、ドライベン、インドリル、というダークエルフであり、ジェイガーさんによって、スタックオブケイオスを盗むために雇われた人物である、ということです。ちなみに、ジェイガーさんは、ウッドエルフです。ジェイガーさんは、騙しの吟遊詩人ドライベンからスタックオブケイオスを受け取った後に、ドライベンを殺そうとしていましたが、ドライベンの巧みなナイチンゲール仕込みの技で煙に巻かれ、逃げられたそうです。話をバレンザイアの方へ戻すと、バレンザイア派、この騙しの吟遊詩人について関係をいろいろとねじ曲げているようで、通説では、吟遊詩人のナイチンゲール技によって、つまり魔力で魅了された、とされているが、実際はバレンザイアの方から肉体的な欲求によって関係を持ち、バレンザイア派後になって、ドライベントの子供を出産しています。しかしながら、バレンザイア派、この騙しの吟遊詩人との関係をあまり公にしたくなかったのもあり、ドライベントの子供派育児放棄してしまいました。そのドライベントの子供派、ドラルシ、といい、後になり、ナイチンゲールの一員にもなりました。そして、育児放棄されてしまったドラルシの子供が盗賊ギルドクエストで登場するカーライアとなります。カーライアの目の色は、紫色であり、通常のダンマーに派ない稀な性質であり、バレンザイアの目の色も紫色という特殊な色であり、この稀な共通点からも、著者であるガルスの唱える説は誠であるという可能性が高いです。スカイリムのデータを CK で見てみても、カーライアに設定されている紫色のカラー派カーライアにのみ適用可能と定義されているユニークなアセットであり、そのカラーのデータに関連する事項をデュプリケートしてスタンドアローン化するなどしないと、プレイヤーのキャラクリでも使えないくらいです。以上が、少し短いですが、マスター、ガルスが著したナイチンゲールの第2巻に記載されているバレンザイアに関しての説です。バレンザイアに関しての書籍は、これまでの3つですが、まだまだ、バレンザイアが性的描写が凄すぎて、原版のリアル、バレンザイアを禁書にした話や、モーンホールドに戻ってからの晩年の話などあるので、それらも追って、紹介したいと思います。今回は、ここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。